でっかいシュークリームが食べたい。でこんぐらい、児玉さんの頭ぐらいのシュークリーム作ろうかな。そがんとでいうか。こんぐらいじゃない。だってこれに入らんもん。ちょっとずつ切って厚にして組み合わせて。じゃあまず材料を測りますね。はい。シュークリームってなんパイ生地？パイシュー生地？シューあそうシュー生地。そりゃそうですわな。お水を120グラム。なんでちょっと照れたんだ。ちょっとこっぱずかしそうな。120、120。聞いたことあるなと思って。シュー生地ってなんか聞いたことあるわ。小麦粉が70、卵が3つぐらいとサラダ油が70ぐらいってないのね。これにはなんか理由のあるみたいで、なんか卵を3つぐらいでだいたい160から70ぐらい。ああ、量にしたらってこと？はい、だからそれをきっちり170グラムに測ってくださいって言われて。ああ、なるほどね。熱かった。いきなり事故を行わんでくださいよ。なんかそうやって触ったら、ただ触っただけの感触かなと思ったらなんかビビって。熱いやつやん。なんで卵もなんか一個一個測って170にするのは難しいから、うん、もう全部バッと入れて。うんうん混ぜた後に170に調整します。なるほど。こういった卵の170で。でもこれでっかいのが1個ボンって膨らむのかどうかなんですよね。あんなふわふわに。ピチャーってなりそうよね。ピチャーってなりそう。重力に負けて。一応このレシピでは手のひらサイズが12個分を1個。作れるレシピですね。なるほどなるほど。こんぐらい、大体こんぐらいのやつが12個作れるぐらいのレシピだから、普通に作りたい人は普通にこれをなるほどね、だから12個分やけど、本当こんぐらいなんのかなねえ想像やとこんぐらいになるはず。火の入りってどうなんやろね。その同じ時間でよかとかの焼き時間ってふわふわじゃん。あんななるのかな。それが分かんないから密になる。だからいろんなちょっとシュークリームのあれを見てちょっと勉強したら、しっかり焼いた後にすぐ開けないとか、そういうコツがなんかあるみたいで、抜けるけんね。そう確かになるよね。でなんかそういうのをちゃんとしましょう。どのなのかな。一番成功しそうなのは生地だけ焼いて後から中にクリームが一番成功しそうだね。ちょうど170。ちょうどやったね。びっくりするほど。ちょうど170でした。3つぐらいじゃなくて3つでした。3つでした。この卵は3つでした。ありがとうございます。鍋やフライパンにさっきの水と油を入れて1回さっとかき混ぜてから強火にかける。あ、油はまだ。はい。あ、そうか。あと70グラム。油多いな。確かに。これ混ぜると？混ぜるみたいです。混ざる。あ、生地に混ぜるのね。水と。水70でね、と油も70。混ざらない2人を一回さっとかき混ぜて強火にかける。これ何の意味があるんやろかね、この作業は。ですね。ほんと飛んでくるだけなイメージがあるけど。ああ出てきた出てきた。止めます。あ、もういいの。そしたらさっきふるった粉を入れて、木べらやヘラではいはい混ざるの。原理生地には見えん。粉気がなくなりまとまったらヘラで塗り込むように鍋の底に押し付けながら滑らかに艶が出るまで混ぜていく。もうでもまあ粉気どころか豆腐を崩したようになった。ああ本当やね。でもなんか違うぞ。こんなして作るとね。本当に？なんか違うって児玉さんが言わんかった。なんかもっとね、もっと硬そう、水気なさそうに見えたけど違うかも。それでしょう。沸騰の加減とかなのかな。で滑らかにできたらかなりな弱火で、弱火で少しまた混ぜながら温めるんだ。20、30秒くらい。温める。止めてでまた混ぜる。はい。しばらくでひっくり返した時に湯気が立たないぐらいだったら大丈夫。大丈夫です。そしたら生地の上に少しずつ卵をのせて入れていきます、うん、なんか何回かに分けるとか、うん、少しずつ入れていきます、うん、じゃあ溶いた卵、はい、ちょっとずつ入れますね。入れてはよくなじます大変なんやねじゃこの生地はていうかこれで膨れる生地になるのかっていう感じですよね、うん、どっちかっていうと全部入れると、うん、滑らかな重めなクリーム状になる。うん、ああなるほど。でもなりそうカスタードっぽい感じの、うんうん、なるなる軽めですよなんか本当になんでや早速失敗かちょっと火にかけるとかないのかな。はい、試行錯誤して作り直そうと思ったんですがちょっとね加熱してみたらどうやら温度不足だったかもしれないですね。でもこれで膨らむのかどうかがちょっと謎なんで何かが死んだかもしれない。ひょっとしたらやってはいけないことなのかもしれないしね。重めですよ。重めにできたよ。重めのね。それやね。重めにできたよ。粗熱取るんやったかな。まあそんな感じ。ヘラにすくい上げてポトって落としたら塊で落ちるみたいな感じ。滑らかな玉を滑らかにしながらこす。こすぐらいせんといかんかもしれないこの玉を。じゃあこれを滑らかにしながらちょっと冷やしていきます。はい。意外にきつい。ね、大変よね。オーブン予熱します。はい。210度で。そしたらこれをもう絞り袋に入れていいとかな。はい。よし。あ、とりあえずこれぐらいで収納蓋に出すってこと。うん。なんで全部とか。そうせんとなんか膨らまんでないですか。あ、マジで？もしかしたら分からんけど 4.5 から5センチの直径ぐらいが普通のやつみたいなやつですね。どうしてもこうなんだ。で上の飛び出した部分をなんか水つけてこうやって鳴らしてもらっていいですか。今ちょうどとんがりだけとんがり豚ゴリラいい爪楊枝を軽くならし水気を切り写真みたくバッテンを入れる。そしたら焼き上がりがああシュークリームなってるね。今ピーンときためき上がりもなってるもん。そういうことね。あれでしょうね多分。そうやシュークリームそうなったると思ったもん。こうでいいとかな。十字にしたよ。そしたら霧吹きで水かけってめんどくさくないねえよそんなの。ついに言ってしまった。水こう濡らしてからパンパンパンってしたらダメかな。ああでも。一回口に入れて。バカ。一番いいよ。水手にあえてピャッピャッピャッでいいんじゃないですか。ちょっと良さそうですね。はい。まあ霧吹きみたいなもんでしょこれ。変わらんと思う。やりすぎ注意やったりせんこれ2、3回シュッシュッシュやけんが。じゃあこんぐらいっすよ。いやもうやりすぎ。熱が終わりました。はい。そしたらこれなんか210度じゃなくて200度に下げてからって書いてあったんですよね。はい入れます。はい。お願いします。膨れてちょうだい。で200度で20分。結構焼くのね。はい。してこれが終わったら180に落として20分。あ、そんな焼くんだ。めっちゃ焼くみたいです。でその後開けちゃダメで10分、うん、なんで1時間ぐらいここから入ります。ではあとは、はい、焼き上がりを、はい、待ちましょう。はい、はい、終わりました。そしたらそのまま200度じゃない180度でまた20分焼いていきます。そして焼き上がったらそのまま一旦放置。今んとこちょっと膨らんでるから大丈夫そう。はいはい焼けました。あ、そっか開けちゃいかんのか。開けちゃダメなんですよ。はい。でこっから10分くらいちょっとこのまま放置しときます。その間にクリームを作ります。はい。なんでまずはねクリームホイップを立てます。これに入れていいのかな。はい、はい、これを取り出せたら、うん、次にカスタード、この間作ったカスタードを作ります。はいはい、ああやったね。ものすごい児玉さんが開けるのが下手やった。違います、これはね、ほい徳ちゃんあんま知らんやろ。開けたことないやろこれ。知ってる人は知っている。クリーム系のこの中銀紙が貼ってるやつはね、開けにくいんじゃ。ものすごい開けにくいです。これはもう普通に泡立てちゃっていいの、完全に。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんてもうた。なんかしょぼーんくれとる。なんてもうたか。なんでやろ。これぺちゃんこなったならいっか。そうやね。なってもうたけんね。え、これ本当にこれ時間これ。はい。ゆっくり進んでるって。なんか全然進んでない。こんなタイマーないやろ。10時間や。スローモードとか。10時間測っとった俺。あ、10時間。スローモードやわ。めっちゃおっせえなと思ったんですよこれ。10時間測っとったら今8分9分経った。もう開けよう。でもあと1分ぐらい。本当はまたもう多分変わんないですこれは。ちょっと開けますね。はいってもらったらね、ちょっとしぼんだね。本当はこんぐらいあった。さっきまでねあったね。ちょっとだけ絞りました。こういうお菓子っていうかパン屋さんでなんか見たことあるね。なんていうか分かるけど、あんま好きなやつじゃないけどさ、ちょっとなんかクロワッサンじゃないけどクロワッサンっぽい感じ。デニッシュっていうとかね。そうそうそう、デニッシュデニッシュデニッシュね。はい、縦の切れ目も何の意味もなかったね。めっちゃ重い。でも香りはめっちゃ美味しそう。シュークリームの感じですね。はい、よし、ちょっと冷やしておきます。はい、じゃあその間にちょっとカスタードも作りますね。生クリームはもうちょっと固めで。赤はこれカスタード入れてからまた混ぜようかな。じゃあはい、これ薄力粉15、砂糖が50と牛乳が200と卵が1個とバニラエッセンスを少々ですね入れてかき混ぜて、よいしょ、600で50秒、はい、やってまたかき混ぜて50秒やってかき混ぜてってしょったら勝手にカスタードクリームができます。はい、さあこれにどうやって入れる？切る、横に切って挟むかなこれ。ちょっとそれってこの間のでかいマリトッツォみたいになるかもしれないけど、これでも今のシュークリームマジそれ多かよね。切っちゃってこうポンってしてやるやつ。俺は愛は許されん。シュークリームでもやっぱもうどこで噛んでくるカスタードクリームが漏れてくるね。中に入れたいんやけどね。昔のシューはなんかカスタードが美味しくなかったもんな。確かにそれで俺カスタードクリームが嫌いで、もう普通に切っていいこう形状があるけど、切ったら中が生やからね。悲しいよ。でもやばいと思う。絶対大丈夫。熱っ。絶対じゃないの。大丈夫と思う。大丈夫か。大丈夫です。中ネバ。ネバっとしてる。見えた？包丁にひっついてきたのが。ああ。だいぶ。だいぶ。以上。卵の匂いがした今。ひっついて。こうやって。こうやってね、元に戻せるようにね。ああ、焼けてねえのか。はい、センキュー。これは別個で焼きましょう。全然通ってない。ネタなんかね、山芋の鉄板みたい。完全に。はい、じゃあ急激に冷やしながら作りました。よし、それを混ぜます。おい、これで混ぜていいのかな。はいはい、そしたらクリームもできましたので、これをもりもりに盛りますか。盛ってください。もうクリームにしか深さは求めない。こいつに頑張ってもらわんと。じゃあもうもっとカッチカチにしとけなかったね、クリームの状態で。それやったらまだ緩いっすか。なんかブユーっともうブユーでいいのかな。じゃあこれ真ん中で。はい、真ん中で。足りんなこれ。なんか足らんすね。パーツがなんかおかしいぞ。全然足らんやったあれだね、これぐらいから見たらね、ヤバいシュークリームに見える。見えるもうちょっと回転させて、もうちょっとこっち、これシュークリーム、今シュークリーム、シュークリーム完成でございます。巨大シュークリームか、合計1キロぐらいありそうですね。ありそう、皿も入れてね。じゃあ食べましょう。そこに若干苦笑いみたいな、一瞬ちらって映ってしまったけど、もう触れちゃいました。うまそうやなと思って、俺も食いたいよ。ああ、甘いもので、甘いものがトリガーになるんでしょ。それがこちらでは甘くないもの、甘くない、ちょっとあまりにも腹減ったけど鶏肉食おうと思って、これ今日の夜飯。じゃあ食べていきましょう。これまでもこう特殊な食べ方がいると思う。俺も上はこれで食う、もうここで食います。持ち運び現金や。そうですね、これを外して、でもそう食いやすいシュークリームじゃね。刺してほら、おいしい。味は絶対間違いないけんね。間違いない、うまい。シュークリームで二度漬けはいかんけんね、反対側に刺して。なるほど、もらいます。おいしい。生地もなんかサクッとなんかなってますね。ちょっと心配やったけど、もう本当シューいきますか。いやもうスイッチ入るからスイッチオン。ちょっとでもものすごいクリームばつけんでみたら、いやいやね、わかるやろ、わかります。スイッチの味がしますよ。俺ビハイル味、いや無理だ無理だ。止まらなくなってきたもんな。俺も改良点は大きくしても焼けるようにが、そうですね。どうすればいいのか。あれなんか後から食って抜けるなんか銀紙かなんかをこう中でこうボスって入れとけばいけそうよね。うん。ちょっと賢いじゃなかった今俺。賢いね。じゃあ今度特ちゃんやります。いやちょっと俺はちょっと大丈夫。今回は、俺が巨大なシュークリームを食べたかっただけです。ありがとうございました。うまい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい。